今回は日本甲冑合戦の会によるガチ甲冑合戦の映像からです。ガチ甲冑合戦はその名の通り、槍、刀、弓などを使い戦国時代に行われていた合戦をできるだけ忠実に再現する試みで、実際に槍を合わせる一騎打ちでは武術家の方たちが真剣勝負を行っています。戦いはかなり激しく行われているのですが、刀で切り合うというものではなく、槍による叩き合いから組み打ちで技に持ち込み、脇差しで相手を打ち取るという、特に海外における一般的な侍像を覆す戦い方が映像には複数収められています。そのある種の泥臭さがリアルだとして、海外のネット上で大きな話題に、さまざまなサイトで取り上げられ、シェアも多数行われています。動画に寄せられていた外国人の反応をまとめましたので、ご覧ください。